ブレイキングダウン6が終わってまた負けてしまいました。はい、なしで、はい、下手だなやっぱり、うん、重みはあるよ、うん、そろそろいらないかも大丈夫かこんにちは、おでん全通男の豊島雄介です。来ましたすごく周りの反響もあり、今回もぜひブレイキングダウンオーディションに参加させていただきたいなと思いました。短い答えるわけない。住人に来てやらしたいですね。私は鹿児島市でニューハーフのもみほぐしという名前のマッサージ店を一人で経営しています。ただのオカマです。1ブロックでいいんで、オカマブロックやったら結構面白そうな気がします。面白い。はい、どうもスーパープロでーす。イエイ、オカマです。ニューハーフです。はじめまして、高速人工呼吸と言います。生物学的には男性ですが、心は女性です。女性として扱われたいという気持ちはありますが、男性の部で構いません。オカマオーディションできるぞ。いつも弟がお世話になってます。平石浩一の兄、平石純也です。いくつとかパッて言って。え、なね、あれ二個上とかこいつの、うん、ちょ、これあれ、これ切っといて。もうすぐ切るから。喋るの下手か。まあ、誰でもいいんで、まあ、誰でもいいんで相手になります。お願いします。お願いします。はい、これエモディション大丈夫か。でもはい、はじめまして、ミキアリと申します。ブレイキングダウン 5.5 から、カマールの兄貴としてコンビニずっと探してもらってます。似てる、うん、デメジャーで弟は勝ったんですけど、もうちょっとやっぱりしょっぱい試合だなと思って、もうちょっとなんかできたんじゃないのかなと思って、まあ兄である俺は朝倉中大さんに、いつか2人で取ったらいいのかなと思って。本通りまで朝倉未来1年チャレンジ、まあいい雰囲気は悪くないね。ブレイキングダウンの皆さん、こんにちは。で、俺格闘履歴もないし、めっちゃけないけど、別にそれがだってブレイキングダウンのさ見どころだったじゃん。まあ、それも多そうかな。で、今そのブレイキングダウン出てる一番、まあ、知名度的なオーナーってやっぱ飯田選手じゃん。まあ俺が、まあ、知らない一般人が格闘技履歴もないやつが飯田と戦って勝てれば、まあ、本当のこれがブレイキングダウンじゃないかなって俺思うんすよね。いいっすね。PR 動画見やすいっすね。ギリギリですね。フレイバーミート担当フミチャンネルです。成績は柔道は大阪さん、まあ、愛知県が2番で、団体戦は、全国大会に出たことはあります。はい、椅子座れるかもしれない。え、決定じゃないですか。朝倉海です。あれ、恋いくんや。逃げます。嘘です。朝倉海選手のモノマネをしているホンダスイミングスクールです。バシャバシャーン、ビーチバンディガドゥー。あの海チャンネルで僕に喧嘩を売ってきたユキトラくん、ユキトラくんとやらせてください。それは決定です。69に来てやらせません。オーディションで。現役の東大生で
相撲部に所属しています。東大で不良のための大会であるブレイキングダウンをぶっ潰しに来ました。まあ見てて思うんですけど、不良とかホストとか、まあ、社会のゴミみたいな奴らが集まって夢を追うとくだらないな、そろそろ飽きられてんじゃないかなと。まあ、僕自身は、まあ、あの就職も決まって、まあ、未来約束されてるんで、まあ、この大会でなんか有名なことは全くなくて、まあ、ただゴミの夢を潰しに行こうかなと思ってます。なんかオーディションに頭いい人いたら結構、うん、確かに面白そうですね。どうもヤバスドミネーターまさしです。はじめまして、マックス吉田です。ああ、オーディション読んでも結構ノリとかもいいんで面白いですね。私は真っ向勝負しかできないのでブレイキングダウン向きだと自負しております。ブレイキングダウンに出たら日本人ヘビー級の強さを世界にアピールできたらと思います。婚活道場っていうのに僕がマネージャーやってた時にいろいろ研修とか教えてました。